押しました。はい、おはようございます、アンジーです。今日は、久しぶりにですね、患者様、お客様との、インタビューをしたいと思います。今日はお忙しくありがとうございます。ありがとうございます。ですね、僕が今年の2月に、チチンプイプイというですね、テレビ出た時に、松井愛さんを施術した時にですね、アメフトの選手より硬いなって言ってた人が彼です。はい、うちのお店で指折り、5本の指か3本の指ぐらいに入るぐらいのガチガチの方です。で、今日はですね、久しぶりに、来てくださって、はい、今東京におられるんでね、そういう感じでいろいろお話聞きたいと思います。名前がないんで、M さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日じゃないわ、最初からいきます。どういうきっかけでここに来ていただきました？きっかけは、ちょっと腰を痛くしてしまって、というのも、仕事が、デスクワークデスクワークメインで、もともと大学の時はアメフトやってて、ちょっとそれの後遺症、後遺症ではないんですけど、怪我はしょっぽくないんですけど、ちょっと痛くなりだしたので、急遽こちらの方に来ていただいたんですね。で、ご紹介というか、そうですね、母親が、そうですね、テレビで、そうですね、本若テレビで、本若テレビで、本若テレビで見ていただいて、来ていただいて、そこからの、紹介というか、そうです、で、僕も最初来た時にですね、身長何本でしたっけ？180cm、180、体重は、その当初は、95kg ぐらい、今何キロですか？90kg ぐらいですね。落ちました。はい。95kg が入ってきた瞬間、あっと思いましたね。来たーみたいな。そうです。そういう感じで。だって足のサイズが何ですか？30。覚えてるんですよ。はい。確かね、前の施術の女性の方が自分の靴を並べて。ありました。あの人がちょっと印象深くて、最終的に彼女の靴を靴の中に入って、それ履いて帰るぐらいみたいな話しましたよね。してましたね。そうなんですよ。そういうぐらい大きい靴で、もう別注ですよね。そういうことになります。なりますよね。そんなちょっと余談はさておき、炭酸生態を受けていただいて、お母さんからの情報もあったと思うんですけど、どんな感じでした？実際いろんなマッサージ受けられてると思うんですけどね。そうですね、本当にシンプルに炭酸をかけて、そうですね、マッサージしてもらって、そうですね、こうシューッてかけてもらって、はい、かけていただいて、その後にやるという感じですね。そうですね。これ僕ちょっとボケたんですけど、ちょっと東京に、あ、そうか、長くいすぎてしまって、ね、ツッコミが最近ちょっと僕セミナーとかでも全然ダダ滑れないんですよ。すみません、調子悪いのは。そうですね、東京っぽいですね今ね。ちょっとボケ殺し、ボケ殺しでしょ。シンプルに炭酸をかけてそこにっていう施術ですよね。そうですね、はい、最初1回目やっていただいて、どうなのかなと思ったんですけど、正直ね、正直、1回目で劇的に変わりまして。マジっすか？もう違和感も全くなく1回で1回でですね。すごいな、これ僕今言われるのが僕逆かな、びっくりしました。あ、1回なんですか？そうです。1回です。ありがとうございます。いや本当に、いや本当、確か首もちょっと調子良くなかったです。そうですね、やっぱりパソコンでずっとこう、あとアメフトのどこですかってポジションは、ポジションラインで、だからこう結構首ガチっていく方ですか？ああ、そうですね、ガチガチにガチガチに当たる方ですもんね。だからもともと首はだからあんまりこう健全ではないというか、そうですね、状態がね、やっぱりやってる時はストレッチとか鍛えたりもして、基本的にはずっと動かしてる状態だったりなんですけど、やっぱりその急にパタッとやめてしまうと、やっぱり何か緊張なんでしょうね、やっぱり痛みが出てくるんですよね。出てくるというか。なるほどな。でもそんだけやっぱりね、体のガチガチで、
お仕事もそうですし、大学学生時代のね、そのアメフトとかも体を酷使してはったと思うんですけど、はい、で、僕嬉しかったんですね、神奈川県、千葉県までですかね。ああ、そうですか。上司、あ、はいはいはい、紹介してくださって。あ、そうですね、まあ、東京に行って、はい、仕事をしだして、その時の上司が、うんうん、腰が痛い、はいはいはい、ずっと腰が痛いって言ってまあ、いろんなマッサージを試したけれども、うん、全然効かないと言われてはったので、うん、まあ、うん、こんなのがあるんですけど、炭酸生態があるんですけど、いうのをもし、はい、一度お伝えして、まあ、どうですかということで。来ていただいてね、はい、まあ、嬉しい限りで、本当ね、いろんな上司の方に紹介してくださって、そうですね、ね、場所が谷急やから怪しいとか、いろいろ言われながら、僕のお店を紹介してくださって、ね、そんなことありましたね。ありましたね。ありましたね。ちっと思いながら、谷急イコール、なんかね、ちょっといかがわしい店的な。その上司からも、はい、まあ、その上司に、まあ、ここ谷急ですと、はい、まあ、言ってくださいということで、はい、メールでお伝えして、はいはい、でまあ、その予約の1時間前ぐらいですかね、うんうんうん、メールが来まして、はい、本当にタヌキューで会ってるのと言われまして、いや、会ってますとコンビニの横を入って、あ、ちょっと分かりづらいですけど、入っていただいたらいいですっていうことを、まあ、ちょっとその時は分からなくって、はいはい、まあ、普通にメールしたんですけど、うんうん、帰ってこられてから、東京に帰ってこられてから、はい、いかがわしいところやからもう一度確認したかったと。東京結構じゃないんですか。まあまあ、東京も危ないところ危ないですけど。危ないですよね。もうまあまあ谷急もそう。あんまりこう良くないかもしれない。まあまあここは健全な場所、ね。健全な場所ですので、はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、まあなかなか今東京行かれて、はい、こうお会いするとか施術もさせね、される時間期間がないんですが、はい、今ね、実は東京にも炭酸整体できるお店が。増えましてですね。そうなんですね。はい。またそこにね、ミトベです。あ、言うてもだ。言ってます。名前どうだ。M で通してます。M です。ちょっとカットしますね。はい、お願いします。M ですけど、みたいなね。アンジ生態に来てた M です。ああ、はい、はい。言っていただいたら、なんかこう、できるような感じにはちょっとさせてもらいますんで。あ、ありがとうございます。はい、まあ、ちょっと最後にですね、ここに来たくても来ない、来れない悩んでる方に一言メッセージ伝えてもらっていいですか。メッセージ、はい、まあ痛い思いされてる方も、うん、私自身もやっぱり、うん、怪我が多いスポーツをやってたので、うん、はい、まあ、怪我なくてもやはり後々来ると思うので、はい、まあ、ちょっとでも、うん、痛いなと思ったらぜひとも来ていただくように何かやっていただければ多分楽になると思うので、ぜひとも来てください。よろしくお願いします。素晴らしいです。万全みたいな。ありがとうございます。万全な違い。いや、もう全然いいです、はい、こうやって生の声をですねまた流させていただきながらですね、今回のインタビュー終わりたいと思います。今日はどうも M さん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、さよなら。